はい、はい、びっくりするほどの競馬日和になってしまいました。そうですね、まさかこんなことが起こるなんて。本当に雲一つない天気ですよ今日は。今日はすごいですよ。はい、馬場的には今日は、今日は馬場的にはやや重ぐらいですかね。やや重、昨日ちょっと僕事前に来ておいたんですけども、オムだったです。じゃあ今日やや重ぐらい、やや重、後半乾いていく感じ、ね、乾いていく感じかもしれないですね。詳しいでございますね、はい、やっぱり、まあ、そういう感じでございまして今日は、はい、まあ、我々のホームというか、ね、そうですね、まあ、ホームグラウンド的な牧葉原か大井競馬場がどっちかって言われたらどっちかなって迷うぐらいのぐらいのホームぶりなんです。ホーム感があります。さあそれではですね、はい、今回でございますけれども、はい、オタック民として呼んでる方がいらっしゃいますので、はい、ご紹介したいと思います。東京シティ競馬広報担当の村上さんでございます。どうぞー、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。若いですね。何歳ですか。23歳です。若いですね。大学出てからこっちに来られてまだ1年か2年か。そうなんです、今年1年目の。なんで就職しようと思ったんですか、大井競馬場。いやそれはやっぱり競馬が好きだから。やっぱ好き、はい、何歳ぐらい、まあ言われへんけど何歳ぐらいから競馬をたしなんでたんですか。いや実際に見てたのはやっぱり小学生くらいから。それ何、どこをきっかけに馬ええなって思ったんですか。もともと父が競馬好きだったんですけど、やっぱ実際に競馬場に来ると本当に目の前に疾走するサラブレッドの速さとかっこよさみたいな。いいですね、まあ、今日はよろしく、はい、お願いします。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、さあ行きましょう、はい、うわ楽しみですね、これはどうなるんだろう。を超えたアイドルやバックステのキャストが大井競馬場でかけてみた。なんと女の子たちがギャンブルに初挑戦。まさかの親父臭い企画だぞ。みんな競馬新聞に夢中だね。どうもこんにちは。こんにちは。うわ入った。どうもおはようございます。お願いします。さあ、来てます。来てますね。西野競馬は全然。で今日なんで呼ばれたんだろうと思ったら、多分年だからだなって。それはやっぱりね、やっぱりこう最年長じゃないかなってちょっと若干思ってるんですけど、頑張ります。メルちゃんが勝ち馬を持ってるのがおもろいですね。ちょっと見てみたんですけど、なかなかちょっと難しいですね、見方が。あれへんよな。声も全く。私は父親が家でよくテレビとネットを使ってやってまして、それをよく見てましたね。でなんとなく、なんとなく分かる。なんとなく大体分かってます。三連単とか分かる。そうですね、今日までちょっと勉強したので、ちょっとだけ。まあね、深夜な、焦げ子は。焦げ子はよくできてる子や。よくできてる子や。ありがとうございます。はい。プールは全然。全然分かんないです。全然分からない。はい。挟み方は一丁前ですけど、はい、赤ペン。ちゃんと赤ペン触っておくけどね。自分の持ってきました。マイ赤ペン。マイ赤ペン。ほんとちょっと可愛いやつですね。はい。はい、ねえ、まあ、それ以外、逆にキャストの中で私は競馬知ってるぞっていう。お、どういう知り方を。父が馬主なんで、うん、おお父ちゃん馬主出た。なんだ、何と思ってんの。すげえね。ちょっとすごいことになってますね、今日。すごいね。あれ今日の大きなテーマは、この間のあっち向いた方に続く、はい、やっぱこの、ある種運試しみたいなところもありますから。そうですね。それでやっぱりこの、最後どうまとめてくるかっていう。あ、どうまとめてくるか。さあ、それでは、早速パドックの方に移動しようかなと思いますので、ここからもうちょっと何と思ってるってすごいね。全然。さあじゃあ皆さんこっからね、静かにいますよ。アイドルのみんながパドックにやってきたぞ。ここは何をするところなの。ここは走る前の馬の体調を最終チェックするところなんだ。うわー、馬さんかわいいな。馬を見ているアイドルたちもかわいいぜ。もうまったくオタック民は。おっと、忘れちゃいけないぜ。今回ツンツベがお邪魔している大井競馬場はデートが楽しめるくらい楽しい仕掛けがいっぱいなんだ。僕も遊びに行きたいな。見る者を感動させるトゥインクルレース、
場内を彩るイルミネーションは光の競馬場をテーマに大幅リニューアル。競馬場全体を美しい光で包み込むんだ。うわー、これは生で見たら大迫力だろうな。さあ、特別に場所をね、お借りいたしまして、では改めて今回のチームを紹介しよう。見て勉強していきたいと思いますが、超ビギナーチームの馬が走って一等賞を決めるレースだってことのぐらいは分かりますか？そうですね、それぐらいですね。まあ、それが分かればあとは大丈夫。はい、はい、ダメです、多分まだ。ラッキーガールチーム。はい、ラッキー。生まれがラッキーですね。平成1年1月11日のすべて1位揃いの。私今日ここに呼ばれた理由なんですけど、はい、私のプロフィールに好きなものがレースって書いてあったんですよ。はい、こういうレースなんですよ。ひらひらのレースなんですけど。ギャンブル大好きチームー。実はあのテキサスホールデムポーカーというポーカーで、うん、あの国内大会で優勝してマカオペアを3泊4日を手にしたことがあるくらい、ちょっとそういうギャンブル系のゲームには。3チーム、はい、こちら3チームに分かれてもらってですね、はい、皆さんには自腹で1人2000円ずつお金を持ってきてもらっています。はい、リーダー、リーダー、はい、あーすごい、リアリティー、やべえ、みんな財布持ってる、普通に。さらに番組からチームに2000円のお小遣いを差し上げたので、はい、たった2000円なんですけど、さらに2000円ということで、まあ、これ足すとですね、ちょうどありがとうございます。各チーム1万円になるので、最終的収支計算はまあちょっとやりやすいかなということで、なるほど。三つ目、ビギナーチーム、じゃあ買ったら何にしたいですか？チョコ衣装買いなさい、お前。さあ、ラッキーチームは何ですか？まあ、とりあえず倍目指して、みんなで焼肉行ければいいかな。あ、いいですね。焼肉に行くんじゃなくて、韓国で焼肉食べて。なるほど、ほんまに言って。やった、ツンツメのクルーの分まで買ってください。さあ、まずは第4レース。1200メートルの競争にかけてみるぞ。年間あったね。今回のルールは各チーム1万円ずつを元手にお金を増やしてもらいます。ビギナーチームは何も分かってないな。好きな数字は？ラッキーチームはみんなの好きな数字から馬券を買うらしいぞ。みんなもミトさん。ギャンブルチームは過去のレースから分析、真剣に予想しているぜ。増やしてってどんどん、それで次ちょっと慣れてきてからドカンと真面目だからね。とりあえずまた予約行っとくか。イエーイ。最初は100円で。出ました。じゃん。わかりますよね。ありがとうございます。全然。はい、ということで皆さんに4レースの予想していただきました、うん、それを発表していただこうと思います。はい、なるほど。さあ、それではまずこちらビギナーチームでございます。ビギナーチームから、はい、はい、お5、6、5、6です。 R スパンコール、はい、はい、そして6番、はい、チェリーブロッサム、桜の季節の、なるほどね、はい、ビギナーっぽいですね。いいと思います。さあ、そしてラッキーチームでございます、はい、こちらです。枠服、はい、渋い、しかも500円です。いきなりまま行きます。そうですね、ちょっとまさかもうちょっとみんなかけるかなと思ったら、はいはい、みんな100円100円で丸がついてるとこと、はい、あとまあ好きな数字、ね、なるほど。しかも枠で行ってるわけですね。そうですね。さあ、そして最後、じゃん、馬服の3539、大間さん頑張って。3539、はい、一冊の新聞だと個人的に持ってきた新聞で2枚あるので照らし合わせて、なるほど、強い。3番と5番が良さそうだなっていう感じだったんですけど、9番の北斗カントリーが 1200m で5回優勝してる。いいとこ見ています。新聞も読んでます。藤川さん勉強家でございます、はい、あと30分ぐらいあるんで買い足し、買い足しありでございますよ。全然こういろんなお話を聞いて、これを踏まえて、いやもういけないです。トップで。おっと、ここでギャンブルチームが動き出したぞ。買い足し、買い足そうよ。ダメだよ、もう買い足そうよ。ズンクさんも真剣に予想してるみたいです。今日の名曲で見よう、はい、これ多分9来たらちょっと9今日暑いですよね。暑い、走ってる。号泣を追加してきました。この3と5と9の3、高級を買い出しました。ギャンブルチーム、ビギナーチームともに号泣を買い出し、いよいよ本番。
あれもうまた、あれ CM の後、レースでアクシデント発生、みんなが大絶叫、その理由とは。それ、かわいいね。てかそれ、ティーナっしょ。ティーナこれ、ティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストかな。いいぜティーナって何。ティーナ見晴らし温泉、夢の宿。日本屈指の高濃度天然温泉から見下ろす瀬戸内海の大パノラマ。日帰りで、宿泊で、新鮮な魚料理で、心と体のリフレッシュ、癒されるぜ。勝負してくれませんか。え、とうとう俺様と勝負する時が来たな。誰てか、俺見よ、この俺様のグレートなデッキを。このカードで貴様にとどめを刺してやる。勝負だ、ダイゴ。ヴァンガードファイト、スタート。あれ、ここって…え、スタンド。ヴァンガードファイトしようぜ、ブシロード。準備をしていないと、ここぞという時にチャンスカードが回ってこないのです。神様は準備のできている人にだけチャンスを一瞬だけ与えてくれるのです。お、もうスタートするそうです。動いてますよ、ウィーンって。お待たせしました。いよいよレーススタートです。楽しみ。俺もテンションが上がってきたぜ。リーナチームいいよ。リーナチームいいよ。盛り上げてるよ、魔王。イエーイ。6番ゲートへと収まります。スタート。先行争い広がって、外から13番アイトップドレス、さらには14番ナリショーミック、内からは5番アールスパンゴール上がっていきました。4番山村大臣、3番双葉ゴーリア、さらに4番真ん中あたりに大体今の数字が出る。1、3、4番のチュリーブロッサムが続いて、内を通って2番青い昇竜、2番審査17番ファラディーゴールド、16番マイルフィニーチェ、内を通って追走するのは当番サワセンビクトリー、外からは9番ホットカントリー、1番審査逃げるかの裏がいる。この1番はね、スピーが行って、あとは8番ホマレアロー、内を通って7番キップレイトバッテリー最高峰です。前は6点の公式を通過して3、4コーナーの中間へ。1番のコーチンは1つ、2とぴったりと3番双葉ボーリア、2頭が並んでいます。3番手には4番山田大臣で、外からは5番のアオルスパンコール、ちょっと外の方へ。故障発生でしょうか、一走してしまいます。前は第4コーナーカーブから直線コースへ向いてまいりました。1番コーチンは1つ、並んで3番の双葉ボーリア、外から追ってくるのはアエノトップドレス、さらには外から4番山田大臣、広がって青い昇竜、その間から6番チェリーブロッサム、200を切りました。大混戦になって13番アイドトップドレスがわずかに先頭か、ね、襲いかかる6番のチェリーブロッサム、外から一気に9番のホットカントリー、一番外から9番のホットカントリー伸びる、わずかに9番のホットカントリー差し切って五輪。しかし第4競争は審議が行われます。電光掲示板審議の文字が灯りました。ご注意ください。5番のアールスパンコール、ジョッキーいけば競争を取り切っています。先着は9番のホクトカントリー、外から豪快に差し切りました。これはありますよ、以上の入選順です。先着は9番のホクトカントリー、2番手が6番のチェリーブロッサム、3番手が13番アイドルスです。いや、もう切り替えよ、次次次次次次楽しい。いやー、1000じゃダメだったってこと。1000円か。うわー、なんか分かった、いつも通っちゃう人の気持ちが。マックマック、大井競馬第4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式6万4千円、3連打で入ったら100円が6万円。枠で3号返せれば750円だから、もう1000円入れたら7500円です。うまくなって3500円ですよ。あれだ、ビギナーチームの見せて、ビギナーチーム、ビギナーチーム、馬服の盾が入ってれば3570円になってたわけですよ、100円が。あ、馬服でのこれ3500円、美味しいですね、この6個は。これはでかいよ、これバカだ。いいですか、これで皆さん、あの、分かってください、競馬は買わなければ勝てません。そうです。
つんくさんいいこと言ったよ今。眠っていいぐらい。ロンレースはじゃあ当たったり。このつんくさんの一言で彼女たちが予想方法を大胆に変える。大ヒット上映中、篤姫ナンバーワン。篤姫最高。ヤクだと思ってたら感動しました。あんな声で期待ぼっち。笑いあり感動ありで楽しかったです。信じられないストーリーだったけど楽しくてあっという間でした。最後すごい泣きました。感動しました。よかったよかったよかった。ガラスも出てるから探してね。第13代徳川将軍正室篤姫。彼女の生涯にはある秘密があった。さすがは江戸の町、薩摩とはまるで違うの。篤姫が現代にタイムスリップ。今日一日ここで働いてみる気はないかな。篤姫がクラブでホステスに。言うなればここは大奥。大事なことだから2回言うわね。君のことを好きになった。じゃじゃまめ。話し方も態度も何もかもダメ。今すぐ辞めさせるべきです。私がお主に代わってナンバーワンになる。神妙に勝負じゃ。現代の大奥で繰り広げられる女の熱き戦い。こちら音楽プロデューサーのズンクさんよ。今の時代誰もが好きな道を志せるのであろう。何故やりたいことは極めねばならんのじゃ。やだやだやだ。やっぱり元の時代に戻らなければこの世界がなくなってしまう可能性もある。自分の心を偽っては天に声など届きますまい。私はこの時代が気に入った。一生こちらで過ごす。果たして篤姫たちを待ち受けている驚きの未来とは。ナンバーワンじゃ。篤姫ナンバーワン。みんな見に来てね。篤姫ナンバーワン。ツンツメ産地直送アイドルフェア大好評につき第3回ツンツメフェス開催大決定。あの感動と興奮がまたまた帰ってくる。詳細はツンツメブログ。来てくれないとプンプンだからね。ちょこっと噛んで傷ついて大人になります。中から大人の生食感リボンの生梅飴。リボン。私のおすすめは生梅飴。私のおすすめは北海道ソフトキャンディ。おすすめとおすすめを。おいしい。みんなも食べてね。競わせてみた。今が旬のアイドルグラビアユニットが登場し、ガチンコシリーズもマシェリーネット生放送の獲得ポイント、人気投票やブログアクセス数を競う。さあ始まりました大好評競わせてみた。本日の出場者を紹介したいと思います。チョイス星野瑞葉。勝ちたい。アイドルカレッジ南千里。負けません。どうなっちゃう、どうなっちゃう、今日は笑顔で踊ってよ、踊ってよ、いくぞー、キラコップ、ヘイ、ウィラー、アイドルカレー、南千里、せーの、ヘイズメー。勝負の行方はまだわからない。詳しくはマシリで検索。お待たせしました。第6レース続いても 1200m の競争です。早速予想開始。つんくさんのアドバイス通り各チーム買い目を増やすらしいぞ。いっぱい買って、いっぱい買ってみましょう。お金なんだ。え、ジョッキーさんの顔で選んでますか。顔で決めたら今、はい、いいかも。若いんだ ね、 ね、もはやわからないから顔で決めよう。やっぱり狙うはイケメンですか。狙うはイケメン。イケメンは、はい、あれなんですよ、何でもできちゃうんですよ。イメージですよね、それ。はい、買いました。いっぱい買いました。はい、6、7、11。こちらのラッキーガールチームは今、苦戦中です。大人な買い方してます。大人な買い方とかあるんですか。はい、
縦目ちゃんと買ってる。あ、偉い。さっき勉強しましたから。はい。大人はいっぱい買っちゃった。買っちゃった。いっぱいだ。いっぱい。どれかは当たるんじゃない？ねえ、どれかは言ってほしいな。じゃあまず2じゃん。2はかけてあげる。え、2と11と13を今買う。これで買おう。この買い方ね。いいね、いいね、いいね。はい、できました。はい、買いました。じゃ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 。さっきの勉強してこう増やしてきました。数を増やしました。全然。まあここまでの段階の速報を発表してもらいましょう。なんか11と本命で組み合わせ、あと気になるやつらを全部一応11絡んでるけども、さっき悔しい思いを勝ったと。で、さっきちょっと学習したので、はい、縦目で、縦目で、はい、で、まあ、ちまちま100円ずつかけていこうかなっていう。23あたりがグッと美味しいのかな。うまたんの23、3ってあんま印象出ないでしょ。無言になりましたけど夢負けんってことじゃないですか。さあ、単勝でまず2478。これはもう全員好きな数字を一つずつ選んで、なるほど、っていうのを買いまして、はい、で、まあ、いろいろ見た感じ、うん、2と13と11がいいなって思ったんで、それのボックスですね、いわゆる。さっきの買い方を同じようにしてみました。はい。わかりました。だんだんみんな学習してきてますね。意外に賢いですよ。さあ、ここで一つだけ皆さんにお題を、はい、強制会をしていただきます。こういう買い方をしていただきます。1着のくじ引きをします。2着のくじ引きをします。で、3着のくじ引きを3枚引いてもらいます。で、皆さんには今の買ったやつを追加で単勝をまず 1個買っていただきます、ね、100円で、1着2着の馬単っていうのを100円買ってもらいます。1着2着1、2、3っていう3連単っていうのを3通り買っていただきまして、500円プラス出費していただきまして、今から皆さんの運を、はい、こちらから引いていただきます。引くんだ。はい、1着引いてください。はい、ここです。はい、じゃん、じゃん、11番。お、片目が入りました。片目が入りました。1着11番。はい、この子6番。2。おお、さあ、またに8番。はい、はい、さあ、そしてもう1個。じゃあ俺が引こうかな。そうですね、そうですね。ゴッドハンド、ゴッドハンドです。15番。じゃあ500円。500円だけ出したらスタッフが買います。500円ちょうだいって言うんですよ。私から、はい、じゃあ目つぶってくださいよ。はい、はい、はい、お、8番。大穴です。8番。みんなでくじを使って運試し。競馬新聞を見ながら予想するとついつい固めの予想になってしまうけど、これだと超万馬券も夢じゃない。家を買えちゃうかもな。スターが持つ強運をここで発揮できるか、これは見ものだね。カメラが回っているととんでもない強運を発揮しちゃうタレントっているからな。2000万円くらい当てて俺にも何かおごってほしいぜ。CM の後、運命の第6レース当たるかな。それ、かわいいね。てかそれ、ティーナっしょ。これ、ティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストけな。いいぜ。ティーナって何？ティーナ。勝負してくれませんか？え？とうとう俺様と勝負する時が来たな。誰？てか、俺？見よ、この俺様のグレートなデッキを。このカードで貴様にとどめを刺してやる。勝負だ、大吾！バンガードファイト、スタート。あれ？スタンド。バンガードファイトしようぜ、ブシロード。ツンツメ公認、歌って踊れるアイドルマジシャンがついに始動。全国から集められたアイドルマジシャン候補生たちがいよいよ本格的なレッスンを受けるため合宿をスタート。かなり広いと思います。夢の舞台を目指して彼女たちの厳しいレッスンは続く。ただ好きな人のために
愛する人のために一番になりたい、それだけで十分立派な動機だと思います。頑張ってよ。肩振られております。家が買えるか、買いたい。家買えるか。家欲しい人。なんて質問や。働いて買いなさい。ゲートへと収まりました。スタートしました。高校4番デリスは高校から前の争いは外から上がっていく15番のヴァンフォール花を切っていきますか。内からは広がって10番のパラダイスハルカ。さらに後方で並んでおりますのは3番のスイートクラブです。あとはフラマングラスクローリーは4番手、15、9、3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 、15
13番のセレブウィーク、1に潜り込んで1番マイガンガンボーイ、並んで6番ザキャッチ、そこからは当番ライトエメラルド、さらにあそこから11番ブリテージ並んでいきました。1馬身差、佐藤光哲、1等身14番のピュアフォンテンで、内からは4番デリス巻き返して、あとは後方から8番のシルクスローン、さらに16番のシンクは、最後からの3番フィリップ番の水槽です。前は第4コーナーのカーレスで、今日は15番のマスコール、外から迫ってくる9番のパラダイスハルカ、第4コーナーカーレから直線コースへ向いてまいりました。その後ろも一線に広がって、外からは5番のフラッシュが進まってくる、外からは15番ダイナヤマなど広がって、内目から2番グラスフローリー、今度は先頭に変わりました。外から追い込んでくる11番ブリッツゲージ、あとは内目から1番のマイガンガンボーイ、さらには13番ダイナヤマ、あとは13番のセレンウィーク、横に広がった追い込んで、内からグラスフローリー、外からフリッツゲージ、間も広がって、わずかに2番グラスフローリーゴーリン、2番のグラスフローリー、先頭の追い比べを制しました。さあ、それは2番グラスフローリーです。はい、確定いたしました。6で、まだよか、さあ、じゃあいきます、当たったチーム、はい、おー、全部入りました、素晴らしい、これ2回目だし、全員入るとすごいんじゃないですか。そうですね、全員でかいです。楽しいかもしれない、結構楽しくない、パスがなんと2期生を大募集。え、もうアイドルキャストが100人以上もいるのに。そう、バックステの勢いは止まらない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。イエーイ。でも1100円かけてるので、そう、マイナスなんですよ。そうなんですよ。次はちょっと多くかけよう、ね、900円、900円戻ってきました。やったー、わーい、わーい、ありがとうございます。嬉しい。さあ、これでまたちょっと ね増やそう、大きく増やそう、大きくしよう、これをまた。さあ、焼肉いけるかな。